はいどうも、はしろチャンネルです。ゆうです。今回はですね、ゆうくんと撮影をした後にスポーツデポさんの方に来てるんですけど、ちょっと今日ゆうくんに昔のあのエールストーリーを持ってきてくれという指示を出しまして、持ってきてもらってます。で、多分使ったまま持ってきてっていう感じし出したんで、スポーツデポで、まあちょっとオイルを買いたいなと。1万円分渡すので、今回自分のアドバイスなしでちょっと、はい、ゆうくんがまあいろいろ持ってる知識で買い物してもらおうかなと。で戻ってエールストーリーを磨いていこうかなというふうに思います。というのは早速中に入って、多分中はそんな映せないと思うんで、買って部屋まで行こうと思います。ではちょっと中に入ってオイルセットを買ってください、はい、じゃあお願いします。では1万円分ということで、ちょっと買い物の方お願いします。行きましょう。はい、というわけで戻ってきました、はい、今回はですね、この前つってもまあ2年ぐらい前ですけど、エールストーリーの自分が初めて買ったエールストーリーですね。これちょっとそれはですね、ゆうくんがずっと使ってたということで、はい、最初に買ったものを紹介しますか、はい、ちなみに金額は4900ぐらい、はいはい、なかなかオイルで1万円では使い切らないと思うんでじゃあ1個ずつお願いします。まず1個目はこのアシックスさんの汚れ落としです。はい、これはですね、多分新しいやつだと思うんですけど、何種類かあるんですよね、はい、あの汚れ落としタイプとバランスタイプと保湿タイプの汚れ落とし版、はい、この一番上の汚れ落ちの星が5個かな、まあ、マルチタイプなんですけど汚れ特化みたいな。でこれを今回汚れ落としで、はい、はい、1つ目、はい、で2つ目、2つ目がこちらの、水のプロのレザーケアスライム、はい、高級品のやつ、はい、これはあの以前やったことあるんですけど、すごいプルプルのやつで保湿力が高いっていうのと、一番のいいところは重くなる成分が入ってないと。まあ内野手っていうか、まあグローブで重いのが好きな人もいると思うんですけど、まあ重くしたくない人はおすすめのレザーケアスライム。こちら2つ目。では3つ目3つ目がこちらのグラブドライヤー。グラブドライヤー、はい、まあ、これは夏の汗とかを、はい、書いた後、雨の時とかに使える乾燥剤ですね、はい、はい、こちらが1つ。では4つ目、これラストですか。これラストです。はい、こちらのスイーパークロス。スイーパークロス、これあのあんまり野球メーカーではないんですけど、あの田口スポーツの堂田さんがこのメーカーは結構安い金額でいいの出してるってことだったんで、布がですね、左は汚れ拭き取り用、右はツヤ出し、まあ、あとスポンジ付属ということで、まあ、400円なのでかなりお得かなと。でこちらの4点ですね、はい、はい、では早速今のエールストーリーの状況を見ながらやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで現状はこんな感じです。ベタベタする汚れではないんですけど、まあ砂も落としてきたので、何ていうんですかね、この乾いた感じかな、はい、はい、軟式特有というかゴムで擦れたやつと、まあちょっと保湿が必要かなっていう補給面、そして背面、背面はそんなにもちろん擦れたりはしてないんですけど、ちょっとまあ油分を足してあげたいかなぐらいですかね。はい、はい、じゃあ早速まず汚れ落としからやっていきます。はい、まあ、これは今日ではないので、あの使った後ってことで、この3つですね。今日はこの3つでいきます。ではまずその布の茶色の方かな、多分これが汚れ落としなんで、ちょっとじゃあ質感見てみますか。これ自分も見たことないんで、汚れ落としとツヤ出し何かその触った感じが違うのかっていうのも気になりますね、うん、白と茶色でどうですか、なんか違いますか。なんかツヤ出しの方がきめ細かい、ああ確かに確かに、感じがする。あ、そうですね。じゃあ最初こっちですかね、はい、はい、この茶色の方で。ちなみに大きさはどんぐらいですか。これハンカチぐらいですかね。ハンカチぐらいです、はい、ポイントとしてはブラッシングというか、あの砂ぼこりは外で取ってきてから、はい、こっからということでお願いします。はい、質感はどうでしょうか。あ、おお、すげえ。ヨーグルトっぽい。真っ白です。なるほど。固めかな、ちょっと。ああ、結構固形オイルみたいな、うん。じゃあちょっとお願いします。結構伸びる。そうです。あ、でも、うん、そういう感じだ。はいはいはい。こんな感じです。オッケー、オッケー。じゃあまず、補給面から。はい、行きましょうか。あ、ちょっとあれだね。水分は少なめですかね。少なめです。うん、こんな感じ。はいはいはい、オッケ
伸びがめちゃくちゃいいわけではないね、そんなに。そうですね、結構結構量使う感じで、うん、そう結構吸うね。うん、そんでいい。まあ逆に裏を返せば塗りすぎないってことだね。うん、確かに。間違えて塗なんか塗りたくさん塗っちゃう人も、うんうん、意外と、まあ、汚れとしとくからとガツ落ちとか、あとスーパーマルチ5っていうのは自分使ってるんですけど、ゆうくんは汚れ落としは何を使ってますか今、このこれを除いたら。あ、汚れ落としっていうかもうほぼ一本で、そのプロっていうストーリー、和牛 JB さんの、はい、それでもう一本でこう結構汚れもその塗った後に擦れば結構落ちるんで、うんうんうん、それ一本で やれば重くならないかなと思って。なるほどな、はい。ただあのプロテウスは消耗が激しいと思う、ね、消耗早いっすね、うん、まあいいんですけどね、ちょっと金額的にはね、多分でも意外といけるいけるっすよ、今もう 2ヶ月、3ヶ月ぐらい使ってるんですけど、もうその後半ぐらいな感じですね。なるほどね、はい、まあ、そうだね、背面を塗らないとかすれば多分そうっすね、プロテウスも、ね、持つは持つよね。あ、もう全然あれだね、ぺったりしない感じだね、はい、本当に乾いてる、うん、乾くね、本当に汚れ落としだけっていう感じですね。ゆうくんこれから硬式始めますけど、はい、軟式はあのスピンで結構削れると思うんですよ、はい、硬式はまたちょっとね変わってくるから、ね、意外と軟式も消耗はねグラグラすると思うんだよ俺は。なんだか軟式の方が切れ具合とかはね、意外とね軟式の方がやらきたりするんだよね。確かになんかこの辺の擦れとかが、そうそうそう、結構あれですよね、うん、じゃあ引き続き進めていってください。とりあえず固形面はちょっと早送りでガーッといきます。はい、というわけでとりあえず汚れ落としが終了ってことなんですけど、今触ったら本当に乾くのが早いっていうか、入っていかない感じ、本当に表面だけこうかき出す感じはありましたね。補給面、背面は好み分かれると思うんですけど、飛び込んだりして汚れてる場合はちょっと擦ってもいいかなと思うんで、ちょっとじゃあ気になる部分だけ汚れ落としやっていきますか。はい、本当吸わないな、全然塗った感がないっていうか、そのまあそれが一番いいんだろうけどね、重くなるから、うん、ベタベタが嫌な人は、うん、あと塗りすぎちゃう人とか、うん、ちなみにこの革はあの軟式仕様みたいな、うん、エールストーリー自体は軟式じゃないんだけど、ちょっと軟式プレイヤー向けに作られた柔らかい革なんだけど、やっぱ違いはどう？軟式感はあった？使ってみて。なんていうんですかね、やっぱその硬式用とは思わなかったっていうか、硬さはある、あったんですけど、軟式でも使いやすい。あ、そうだね、感じでした。本当に硬式の超薄型みたいな、うん、だからゆうくんが使ってる JB とかも、うん、多分アバルと比べるとこっちの方が柔らかい、柔らかいっすね、うん、はい、では、まあ気になるところを落としたということなので、ああ結構これ結局タイプね、うんうん、ベタつかない、本当にベタつかないタイプなんで、もしそっちが好きな人はいいと思います。では、レザーキャスライム、これ手で塗った方がいいと思うんで、ちょっと保湿したい部分に塗っていきましょうか、はい、これは結構あの消耗激しいっていうんで、うん、高級なんですけどね、なんならオイルの中で一番高いぐらいじゃない、うん、上位クラスだよね間違いなく、うんうん、はい、じゃあレザーキャスライム、はい、開けていきましょう。スライムみたいな、マジでスライム、はい、こんな感じ。ちょっとこの、なんだ、透明だけど下に金が入ってるみたいな、やっていきましょう。意外と多分取っても大丈夫。お、すげえ、うん、こんな感じ。取れない、なんか、スライムっすね。そう、これを保湿したい部分に塗っていくと。じゃあ、補給面のところに、はい、これは重くならないということなんで、今度は真逆だね、伸びる系、ね、伸びる系っすね、うん、意外といいんじゃない、この組み合わせ、うん、両方伸びてもってあるしね。確かに、なんか重くなったりとか、うん、どうですか？あ、すごい質感はめちゃくちゃなんかこう皮の奥に馴染んで、ああ、結構しっとりする、しっとりするっすね、うん、さっきとはちょっと違うね。全然違うっすね。軟式は削れるからな。めっちゃ削れるっすよ、うん、まあ、でもこっからはまたちょっと変わってくるからね、硬式になったらぺったり感はある。すごい、なんか手がすごいベトベトする、うん、なんかこっちの方がオイル感が強いっていうか、はい、ベタベタまではいかないけど、うん、ペタ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 、
あ、いいね。ちょっとね、こう吸う感じね。はい。いいね。こんぐらいがちょうどいいんじゃない？ですね。うん、なんか、こっちの方がオイル感が強いから、こう、色が渋くなるっていうか、うん、濃いめの色になって。そうだね。じゃあ、まあ、気になるところは濡れたということなので、最後、あの白の、小出しの布でやってみますか。はい。まあ、これは普通にあのムードみたいな感じで、こう、こすっていけばいいのかな。では、お願いします。この色結構艶出るんだよ、確かな。すごい、ちょっと拭いただけで、うん、だぶっちゃけ背面オイルいらないぐらいだもんな。確かに。そう、この尻、この皮はね。なんかブラシよりこっちの方が楽な感じします、やり方が。そうだね。あとはでっかいムートンとか。あ、というわけで今背面は基本的にツヤ出し、補給面が気になる部分と保湿ということで行いまして、どうですか実際にこうオイルを塗ってみて、ちょっと変わりましたか最初より。そうですね、やっぱこうなんか白っぽい砂汚れもしっかり落として、うん、でこの保湿をしたことによってカサカサからしっとりに変わって良くなりました、うん、なるほど。ゆうくんあんまりオイルは塗らない派ですか？あんまりベタベタは。ベタベタはあんま、はい、そうだよね、昔からそんな感じはあるな。重くなるのが嫌な人は塗らない方がいいんですけど、まあ、最低限は、そうですね、まあ、皮によって違いはあるとはいえ、はい、塗ってあげた方がいいかなというふうに思います。特に軟式の場合はボールが遊ぶんで、こうキュッて止めれる方がいいかなっていうのと、公式の場合はかさついてると紐とか、うん、皮とか切れやすくなったりすると思うんで、まあ、多少のオイルは塗った方がいいかなというふうに思います。はい、というわけで本日はスポーツデポで1万円企画ということで、ゆうくんのエールストーリーを手入れする動画でした。がっつり買っても5000円なんで、はい、はい、オイル的には皆さんも3年生とか、まあ、ゆうくんと同じで中3引退してちょっと高校用にオイルを買おうかなっていう人は、まあ、5000円あればいけるかなと思います、はい、そんな感じでまた、このグローブの成長に期待していきます。というのと本日はありがとうございました。ありがとうございました。またこれからも頑張ってください。はい、はい、そして今月のプレゼント企画はこちら、ハイゴールドのビッグムートンを3名様にプレゼントします。グラブ磨きの際に使えるツヤ出し効果のある野球ギアとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。応募期間は9月末までで、当選者の発表は10月頭に発表いたします。ぜひよろしくお願いします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。